がありませんか。大丈夫です。はい。お願いします。じゃあチクッとします。はい、指の先しびれませんか。大丈夫です。はい、お待たせしました。はい、これで大丈夫です。ありがとうございます。指の先しびれませんか。大丈夫です。はい、世界中いろんなところを行ってまして、コロナの感染に関してはちょっと神経質な部分もありましたけど、今回職域接種ということでこの機会をいただいたことにありがたいなと思ってますし、はい、今までも衛生面には配慮してまいりましたが、今日接種することができて非常に安堵しております。お客様にも安心して飛行機を利用していただきたいなと思っています。部長の平沢、平沢でございます。よろしくお願いいたします。イノベーション改善部長の NA グループといたしましても、職域接種を拡充することによりまして、ワクチン接種率の向上に少しでも貢献できればと考えているところでございます。ワクチン接種が進むことで、その需要、国内、海外、需要の当然当社もオリンピック・パラリンピックに向けてはですね、選手の皆様のご移動をお手伝いするという観点から、さまざまな準備を進めてまいりました。で、ワクチンに限らず、空港、あるいは機内における感染症対策、こちらについては、いち早く取り組んでまいりましたので、ここについてはですね、今回のワクチン接種によってですね、さらにその効果がですね、相乗効果が出てくるというふうに思っておりますし、オリンピック・パラリンピックがですね、無事開催を迎えられることがですね、非常に大切なことだと思いますので、少しでも協力したいという考えにございます。